12頭ゲートの中です。スタートしました。アスクビクターモア初手最後方から飛び出しが早かったのは5番ディアスティマですが、内から2番のタイトルホルダー前に出ます。5番のディアスティマが2番手、3番手外から8番のカントル、内に3番のキングオブドラゴンです。1周目4コーナーにかかるところ、5、6番手はピンクの帽子、11番マカオンドールと12番ヒートオンビート、その後は6番ボッキリーニ、2馬身後ろ7番のアリストテレス、9番のアスクビクターモアまず後方から4番手まで上がりました。直線コースに入ります。10番マイネルファンロン、1番コトブキテティス、4番ライラックと続いています。桜が見守り、拍手に送られた出走馬12頭。直線コース間もなくゴール板、前は2番タイトルホルダー、離れた外に5番のディアスティマ並んでいきます。2馬身後ろの3番手の位置に3番キングオブドラゴン、その後1馬身差4番手の一角8番のカントル、その後11番マカオンドール、12番ヒートオンビートです。スタートからの 1000m 地点は62秒8で通過していきました。ペースを握った2番タイトルホルダーリード1馬身、5番ディアスティーマは2番手、1馬身半差の3番手に3番キングオブドラゴンです。外に8番カントル、あとは1馬身差11番マカオンドール、外に並ぶのは12番のヒートオンビートです。その後ろ2馬身差、あとはばらけて6番ボッケリーニ、1馬身差7番アリストテレス、さらに1馬身半差9番のアスクビクターモア、後方から4番手1番のコトブキテティス、並んで10番マイネルファンロン、最後方に4番のライラックです。内回りコース向こう上面の後半3コーナーへと向かっていきます。2番タイトルホルダーリード1馬身半のリード、2番手の位置に5番のディアスティマ、3番手3番キングオブドラゴン、並ぶ8番カントル、あとは11番マカオンドール、12番ヒートオンビート、4コーナーへと向かっていきます。残り600を切ってタイトルホルダーリード1馬身半、ついていけるか5番のディアスティマ、あとは2馬身差3番手、外から動いていって12番のヒートオンビート、インコースから3番のキングオブドラゴンです。4コーナーにかかります。この一角に6番ボッケリーニ、さらには8番カントル、直線に向かいました。2番タイトルホルダーリードを2馬身、3馬身外から追ってくるのは6番ボッケリーニ、3番手争いは内から5番のディアスティマ、盛り返しを図る、さらには12番のヒートオンビート、外から追い込んでくる4番のライラック、2番手争いに加わる、突き放す、後続が離れていく、これだ、これがタイトルホルダーだ、圧勝のゴールイン。2着は6番ボッケリーニ、3着5番ディアスティマ、59キロ何するものぞ2番タイトルホルダー、今年の初戦日経賞を飾りました。